2016年フィリピン大統領選挙は2016年5月9日にフィリピンで執行された大統領を選出する選挙である。再選は禁止されているため現職のベニグノアキの賛成の大統領選挙出馬は認められていない。2016年2月9日より選挙活動が始まった。現職のアキの大統領は後継者として全内務自治省だった。 マヌエル・ロハスを候補者として擁立した。しかし、世論調査で、支持率トップを走る候補者の一人、グレース・ポー上院議員は、候補者資格を剥奪され、異議申し立ての裁判が進行していた。これは2015年12月に、フィリピン国内における出生及び、投票日から遡って10年間の国内居住を、定める候補者要件などを満たしていないとして、 選挙管理委員会から失格処分を受けたことによるものである。この裁判については2016年3月8日、最高裁判所が9対6で出生要件及び10年居住要件を認める判断をしたことにより決着した。2016年5月9日の選挙は即日開票され、 ロドリゴ・ドゥテルテが、自転候補に600万票以上の差をつけて圧勝し、6月30日に就任した。また、労働党のロイ・セニエレスは、選挙期間直前に病死し、セニエレスへの投票は無効票と扱われた。副大統領は、ベニグの秋の賛成現大統領の派閥に属する、女性会員議員のレニー・ロブレドが1442万票を獲得し、当選が決まった。 なお、副大統領候補として立候補していたフェルディナンド・マルコスの息子ボンボン、マルコスは26万秒差で落選した。フィリピン大統領選がスタート各候補の支持率きっ抗。日本経済新聞。2016年3月1日閲覧。フィリピン大統領選。三つどもへの戦いに。産経ニュース。2015年11月28日閲覧。 フィリピン大統領選4試ら争う、資格剥奪ポーシは継争中。毎日新聞。2016年3月1日閲覧。フィリピンイレクション、マーベリック、ロドリゴ・ドゥテルテ・ウィンズ・プレジデンシー。BBC、2016年5月10日閲覧。暴言王・ドゥテルテ・シマー賞。有力女性候補ら敗北認め。産経新聞。 2016年5月28日へ閲覧。フィリピン副大統領に、ロブレド氏。日本経済新聞。2016年5月28日へ閲覧。大統領候補を擁立していない、国民党所属。国民改革党大統領候補のミリアムデフェンサー、サンティアゴとペアになる、副大統領候補。大統領候補を擁立していない、国民党所属。 民主党、国民の力大統領候補のロドリゴ・デュテルテトッペアになる副大統領候補、大統領候補を擁立していない国民党所属、グレース・ポーを支持した。ありがとうございます。